こんんにちは金ちはゃ BBH と申します今回は、えー、3月の上旬にですね販売を予定しております相場の原理原則インジケーターについてですね、えー、ちょっとですね紹介をしていきたいと思います、まあ。相場の原理原則インジケーターにつきましてはこのようにですね、えーまあ、チャート上ですね自由,自由自在に動かすことができるツールでありまして上の部分がですね、あのー、目標値ですよね。エルタドとか チャーートトトパターンとといったもののでですすね、目標値をアウトプットすることができます。また試しにですね、エリオタドを出していきますと、例えばですね、これ、日経225先物のの4時間支社だったんですが、エリオタドにですね、ボタンを合わせまして、安値更新が止まったハードの高値をですね、終わりで抜けているということで、このね、要請の安値をですね、要請を基準にクリックして、 行きますとこのようにですね、えー、まあ L ターンとかワンタッチで出せるというね、えー、ものであります。今現在ですね、えー、まあ2万5千16円とあるんですけども、この高い値を、ね、抜けてくれば2万5千16円あたりまで行くというね、えー、アウトプットであります。まあ、例えばですね、えー、このチャートバターですよね、まあ、これほぼぶつけちってるんですけど、もうこういった形で、えっ、ー、とまあ、 簡単にですね、えーまあチ、チャートパターンが形成されているところを、まあ、四角で囲うだけでですね、えーまあ、目標値が、ね、アウトプットされるという、ねえー、ものであります。ここが例えばね、この、まあ、フラッグみたいなやつが完成しているんですが、まああ実,体ですね、実体の部分を囲うだけで、えー、このようにですね、えー、精度の高い目標値があ、ね、出るという、ね、ものであります。 でではですね、えー、日経225先物から、今度はです、ねえーとまあ、ドルですね、ドルのドルかな、これよく分からないですけど、このね、チ、え、ャート、まあ、先物かどうかよく分からないんですけど、えー、適当に選んだら、ね、あの冷やしチャートを使って、です、ねえーまあ、エリア等を、ね、出していきますと、こんな感じでですね、えー、アウトプットするんですよね。で一応、多分これですね、えーっとだ、第3波が出てるんで、えー、的中してるんじゃないかと思うんですが、今、第5波に向かっている状況ですよね、これ、第3波まで、ねえー、来てるということであります。 あとは、ここはどうかな。これもそうですね。えっと、ここが、これ安値更新が止まって、安値更新が止まったあの高値をね、終わりに抜けてるということで、これしっかり抜けてるところね、選択していきますと、ここだな。ここでいきますと、あかんな。うまくいかない。ちょっとあれこれかな。あー、だめだ、やっぱり。うーんと。ぶつけちゃってるんでですね、ちょっとすいませんね。え とまあ、再現性に自信があるからぶつけでできるんですけど、こうですね。で、第1波、第2波、第3波、第3波はね、かなりドンピシャですよね。え第5波、ドンピシャですよね。第5波までいったら、まあ、調整してるっていうのがね、わ、えー、かるかと思いますで。楽しいチャットパターンとかもですね、えー、と、やっていきますと、うんと、フラッグになってこないかな。フラッグ、あ、これ、ペナントになってますよね。ペナントになってるのでやっていきますと、まあ、これ、一回、だましが入ったんかな。だましが入って、 ちょっとあんまこれは精度高くなかったですね。えー、高くないんですけど、そういう時もあるんですね。で、これはフラッグがありますので、ね、フラッグがあるんで、えー、とこういう感じで囲っていきますと、まあ、こういう感じでですね、出てくるというところであります。あとは、例えば、まああ、FX ですね。えー、まあ、ドル円ですね。ドル円ちなみにですね、あのー、ランディングページを作っている時にあに、のー、このね、場面を出したんですよね。 で、その時はまだねこれ途中だったんですよ。で第3波までいかなくてこの辺だこの辺なんですよね。この辺にうろうろしる時にこの映像を出してますよね。でちょうどまあドンピシャで第3波行ってるんですけど第5波も行ったんですがこれで、ね、ちょっとオーバーシュートしてねここまで来てるんでこれはちょっとね外したわけじゃないんですけどえー、っとまあ思ったより伸びたのかなというところですね。まあ、これもちょっとフラッグっていうか小さいもみ上がるんでこういう形でですねアウトプット出すことができます。 と、まあ、というここでですね、えー、この相場の原理原則インジケーターにつきましては非常に精度が高いものだという、ね、認識をいただいたと思うんですがあのこのね、えー、あと次、ですね、このお知らせ機能というのがあるんですよね。でお知らせ機能というのは、まあ、メールとかですね、えー、よくお知らせする機能が、ね、あると思うんですがこれについては LINE もですね えー、お知らせするることができるんですよ、ね、まあねメール通知とか LINE 通知があるんですがあこれねトゥルーにしていただいて LINE 通知はちょっとね LINE トークンというのをですね設定していただけれなければいけないんですけどもそれを設定していただくとですね LINE の通知も来る状況なんですよね一応ですねこちらにあのー、まあ何ていうんですかねあのランニングページっていうかセルスページにですねこの見本をね出したんですけども、まあ、例えばですね、えー、ここにですね、あのーまあ、お知らせ機能といって あのまあえー、トレンドラインとかですね、えーまあ、水平線を書くところがあるんですがこうやって、ね、水平線を引いてこの、ね、水平線に例えばですね、えー、レートが触れたらですね、えーまあ、ラインでですね、まあ、レートが触れましたよというお知らせをするんですよ、ね。よでお知らせしたときにあのついでにですね、まあ、ついでというわけじゃないんですけどそのときに例えばあのエリオタードとかを、ね、出していましたらこういう形に出していたらですね。いかんないちょっと待ってよ 出していったらですね、こういった形であの目標値ですよね。目標値をあの、まあ、この、ね、LINE とかにのっけて、まあ、この、ね、LINE に、まあ、書いたあこの、ね、描画したお知らせ機能で出した LINE に着きましたよと言ったついでにこの目標値をですね、アウトプットして、まあ、LINE とかメールで送ってくれるという、ね、ものであります。 まあ、あとですね、そ、え、こ、ー、の原理原則インジケーターにつきましては、まあ、このようにですね、えー、専用サイトも用意しておりましてわ、あのーまあ、からないことがあったら、まあ、情報を共有で,できるものがあったりとかあるいはですね、えー、トレード西関連とかあのこういった形でいろろな、ねえーまあ、あのお役立ちの、ね、情報をですね、載っけておりますので、まあ、よかったらですね、えーまあ、悪いものでは絶対ありませんので、えーまあ、ご購入いただけたらなというふうに思います。 一応この詳細な情報につきましてはあの一応無料メールマガですね、えー、無料メールマガの方で逐次情報をですね、発信していきたいと思いますので、まあ、よかったらですね、えー、無料メールマガにですね、えー、ご加入いただければなという,ふうに思います。一応概要説明欄の方に、えー、無料メールマガのですね、えー、まああのリンクを貼っておきますのでそちらの方からですね、えー、確認いただければなという,ふうに思います。 一応ですね、えー、当チャンネルの動画を見ていただいている皆さんの方はですねあの、私のロジックの再現性がですね、えかなり高いもんだというのは、まあ、ご理解いただいていると思うんですよね。 まあ、例えばですね、昨日の、あのー、川本産業とかですね、あとバリューデザインの値動きの速とか、ほぼね、えー、ドンピシャな形で動いていると思うので、えー、興味のある方はですね、そこでロジックを確認していただいて、えー、そのもの原理原則ですね、えー、どれぐらいのもうすごいものなのかですね、えー、イメージしていただければというふうに思います。えー、ということでですね、えー、動画の方終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。